こんにちは、皆さん。今日の講義は書籍。お前の言うことはわけがわからん。と言わせないロジカルな話し方超入門です。この書籍は、我々が日常的に直面する様々なコミュニケーションの場面で、相手を動かす話し方のコツを教えてくれるものです。何かを伝えようとする際、時には、要は何が言いたいの？と怒られたり、お店で商品説明をしても聞いてもらえなかったり、プレゼンでクライアントに退屈されることもあるでしょう。そんな悩みを解決するためにこの書籍があります。まず本書の内容をざっとご紹介しましょう。パート1では、それ根拠あるの？と言わせない完璧な根拠の作り方について学びます。そしてパート2では、結局何が言いたいの？と言わせない共感されるストーリーの作り方に焦点を当てます。さらにパート3では、それあんまり興味ないかもと言わせない刺さるメッセージの作り方を学び、最後にパート4では、お前の言うことはわけがわからんと言わせない伝わる構造の作り方について解説されています。著者の別所英吾氏はディベートトレーナーであり産業カウンセラーでもあります。1969年神奈川県生まれで、拓殖大学政経学部を卒業されました。公益財団法人日本生産性本部の知の技術研究開発センターセンター長として、ロジカルシンキングやディベート、プレゼンテーション研修などを行い、その後株式会社 BCL を設立し、管理職研修や問題解決、会議力向上研修などを幅広く行っています。この書籍は日常会話でちょっと工夫するだけで相手の反応がみるみる変わることを示唆しています。誰もがすぐに活用できる内容であり、論理的な話し方を簡単に身につけることができます。今日から相手に疑問を持たせない話し方を始められるというのは非常に魅力的な提案ですね。コミュニケーションは人間関係の基盤であり、効果的なコミュニケーションは成功への近道です。この書籍を通じて皆さんもより鮮明なメッセージを伝えることができ、人を説得する力を身につけることができるでしょう。この書籍が持つ可能性は大きく、その影響もまた深刻です。人々が効果的なコミュニケーションスキルを身につけることは、個人的な成功や社会全体の発展に直結します。例えばこの本のアプローチを理解し実践することで、ビジネス界や政治の世界での意思決定や意見の主張において、より論理的かつ説得力のあるアプローチが取られるようになるでしょう。これは企業や政府の意思決定プロセスにおいて、より健全な結果がもたらされる可能性を高めます。またこの本が人々の日常生活にもたらす影響は計り知れません。コミュニケーションスキルの向上は、家族や友人、同僚などとの関係をより健全にし、誤解やいさかいを減らすことにもつながります。個人がより明確に自分の考えを伝えることができれば、他者との意見の食い違いや対立を避けることができ、より円滑な関係が築けるでしょう。さらにこの書籍は他のトピックやテーマとも密接に関連しています。例えばリーダーシップや交渉術、心理学などの分野との関連が深く、これらの分野との統合的なアプローチがより包括的な理解と実践を促進するでしょう。また教育現場においてもこの本の内容は非常に有用であり、学生や教員がより効果的なコミュニケーションを築くための手助けとなることが期待されます。この書籍の価値は単なるコミュニケーションスキルの向上だけにとどまりません。それは個人の成長や社会全体の進歩に向けた一歩となる可能性を秘めています。その影響は広範で深遠であり、私たちの生活や世界の在り方を変える可能性を秘めているのです。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康的な体と心を持つことが豊かな生活を送るための基盤となるからです。知識や経験を積むことも重要ですが、それだけでは満足な生活を送ることはできません。健康で美しい体を保つことが日々の活動において必要不可欠です。そこでライザップが提供する結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンが注目されます。これらのプログラムは単なるダイエットだけでなく、健康管理や美容に特化したサービスです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のクライアントに合わせたプログラムを提供します。
食生活やメンタルのケアも含めてトータルにサポートし、リバウンドしにくい健康的な体づくりをサポートします。さらに30日間の無条件全額返金保証がついており、安心してトレーニングを始めることができます。一方、ライザップウーマンは女性専用のプログラムを提供しており、洗練されたプロポーションを手に入れるためのトレーニングが特徴です。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングや食事管理、美容マシンを用いたトレーニングを行い、女性の美しさと健康をサポートします。様々な目標やニーズに対応し、効果的なプログラムを提供します。これらの特徴を踏まえると、ライザップのプログラムは単なるダイエットだけでなく、健康管理や美容に特化したニーズに応えるものであることが理解できます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。